そろ綿流しの儀式が始まりますわね。じゃあ僕はお先に行くですよ。おっと、僕も早く行っていいポジションを確保しないとな。じゃあみんな、後ほど。お二人ともお勤めしっかりでございますよ。ささ、私たちも参りましょうですわ。んじゃ、リカちゃんのアデ姿を見に行きますかね。ああ。それは厳かな神事だった。巫女役のリカちゃんが神官に扮したじい様方を引き連れて登場する。お年寄りはリカちゃんの姿にありがたがりながら手を合わせている。静寂を乱すのは富武さんのフラッシュだけだ。リカちゃんが持ってるあのでかいのは何だ？クワだよ。最も祭事用だから畑を耕すのには使えないけどね。神聖なクワだね。巫女さんであるリカちゃんしか触っちゃいけないものなんだって。祝詞をあげた後、リカちゃんは祭壇に積まれた布団の山に歩み寄っていく。そして作法に基づいてクワを振ったり布団をつっついたりしだした。こういうのって動作一つ一つが決められたものなんだろうな。それは間違いなく儀式だった。儀式が終わったと思ったら祭壇の布団を持って川に降りてきたけど、今度は何が始まるんだ？布団を川で洗濯か？だから綿流しだってば。はい、これケイチ君の分。なんだこれ、まんじゅう？食べ物じゃないよ、それは綿。ほら、あそこで布団から綿を取り出してるでしょ。ふん。じゃあ綿を右手に持って左手でお祓いみたいにしてから、額、胸、おへそ、そして両膝をポンポンと叩いて、そして心の中でおやしろ様ありがとうって唱えながら、これを3回繰り返すの。おやしろ様？あの神社の神様の名前か？うん、ひなみ沢の守り神様なの。ご利益もあるけどたたりもあるんだからね、ちゃんと敬わないとダメだよ。そりゃ物騒な神様だな。でもまあ、郷に入り手は郷に従えってやつだ。おやしろ様ありがとう、おやしろ様ありがとう、おやしろ様ありがとう。これでね、体についてた悪いのがこの綿に吸い取られたの。で、あとは沢の流れにそっと流してね。おしまい。レナと一緒に俺も綿をそろりそろりと水面に浮かべる。ひなみ沢中の病魔を吸い取り、綿の花が次々と水面に咲き、そして流れに消えていった。テレビで見た灯籠流しのような華やかさはなかったが、ひなみ沢の住人として認めてもらえたような通過儀礼的な心地よさがあった。